試合ウエルター級準決勝赤コーナーヘアブレッドマウスユニット鈴木圭選手青コーナーパラストラ火災清水優希選手悩んでたね。
次18試合目次18試合集計の結果をお知らせします。打撃ジャッジ A 10対8、ジャッジ B 9対10、組み技ポイント1対2、合計20対20で同点になりますので、旗判定を行いたいと思います。それでは判定、判定1対2をもちまして、青コーナー清水選手の判定勝ちです。反対か、1回戦の終わったからね。